サバイジャーナイロン番組のノエロンです。横浜に行ってまいりました。横浜ね、はい、そしてからのはい、うわプニプニ、はい、ガチャガチャもね何個やりました。はい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 、ガチャガチャになります。ガチャガチャね本当にね面白すぎて吐きそうになった。もう電球とか光るやつ、多分ねこれ伝わるよみんなに。ちょっと消してみますね。あでもなんかこれ光ってる感じするよね。いくよ。あーすごい、待ってビデオに驚いて私は。いくよいくよ。おビデオすごい、分かれちゃって、もう一回もう一回いくよ。感動の瞬間、ひゅーすごくない。でも私の顔も見えるんだよねこれ。あほらちょっと見える。あすごいすごい、いるよ、おはよう。えすごくない、えカメラってすごいね、やばいね、テンション上がる。結構前に私動画でこういう実行のやつもね結構持ってて、でみんなで紹介しようと思ってやったら、まあ、スマートフォンで撮っていたからもう映ってなかったの。でもね見てていくよ、これも映っちゃうの。いくよ、まだでしょ、もうこれでも結構映ってんじゃん。いくよ、あらなんてやばい、これクソ綺麗。待って、もう一回いくよ、いくよ、ふわー、え待ってこれテンション上がるじゃん、これもう一回いくよ。ほら見てこれ、お花畑、もう一人のお花畑が来ました今。はい、こちらのお花畑もあります。いきますよ、せーの、わー綺麗なお花、これはすごい。こっちよりこっちの方が綺麗だね。こっちも綺麗だけど、みんな光ってる。これ普通のルアーなんですけど、今そっからなんか光が見えて映ったんじゃないかって出てくる。ちょっと光浴びてからいきます、いきます、うわすっごっ。待ってちょっと待って、今度これだけの動画撮りたくなっちゃった。まだ紹介するクイズあるから。いやこれは感動だね、これビデオカメラの凄さを今日知ったね、ほんと。はい、続いてこちらになります。こちらはよく見るのびるまんじゅうなんですけれどもね、結構ノーマルタイプが出てしまった。こうやっていろんなラインナップあるんですよ。でこれが可愛いなと思ったんですよ、このピヨピヨヨモギ、ヨモギの方ね、可愛いなと思ったの。私ヨモギ大好きだから。あとこのクマさん持ってるんだけど、これねうさもち白、もう白だから本当に普通すぎてビビる。でですねちょっと触り心地は違うんですけど、私それ持ってるんですよ、このうさぎのもちちゃん。これあのクレーンゲーム100円でゲットしたやつなんですけれども、ふんなんかあやばい、これ毎日触ってなかったからやばい、中が固まってる。なんかもうほんとたまごっちのお世話みたい、スクイーズ毎日触らないとみたいな。はい、こうやって伸びる系ね、こういう系ね、結構でかいんですよ、手のひらサイズで。可愛いし、見てください、ダブりました。うわすごい、あでもこっちの方が好きかも私は。わすごい、私このタイプ好きなんだよね、このなんかシリコン感のやばいやつ、肌ゲル感が。くっさ、叫ぶは本当に臭い。こちら可愛いですね。でですねこちらまあ可愛いサイズなんですけども、今から見せますよ皆さんに。うちにひよこめっちゃいるんですよ、やばくないですか、ひよこ大量発生やばいっしょ。今度動画で使うんですけど、やばいでしょ、ちゃんとスクイーズなの。これ1個200円ぐらいするんですよ。でですねこれ48匹ぐらい入ってるんですよ、48、もう AKB ですよこれ。これね全部合わせても1200円ぐらいだったね。安かったから買ってしまったよね。これ今度妹と遊ぶんで、ね、楽しみにしてください。あのこれ下がこうやってへこんでるんですよ。でこれどっちがいっぱい詰め上げられるかゲームやっていきます。結構な、私大人買いしてて紹介してないのいっぱいあるのよ。でですねなんかもう本当にねちょっと紹介してないのが多すぎんの、だからちょっとちょいちょい見せるんだけれども、だからさっきからねこのうさぎのね服ね尻尾がついてんの、すごいね、スクイーズ踏んでる感がすごい。うーわくっさっ、やばこちらになります。これねディズニーのこういうやつなんですけれども、かわいいでしょう、こうやって何しましょうかね。あこれ2種類ずつ入ってるんですけど、まあ、これは今度紹介します、ちゃんとね。まあ一応ね私のねお気に入りちゃんはこちらのねアリスのやつとマイク・ワゾフスキーになりますね。なぜかですよ、マウス・ミッキー白いんですよ、これ黒じゃない、ホワイトミッキーで、これね担当から言います、妹担当から言います、2匹いますよ。これちょっと紹介するんで今度楽しみにしてください。
これ何しましょうかね、これね。ちょっとなんかみんなやってほしいこと、口に入れるとか食べるとかそっち系じゃなくて、普通になんかあれば、壊すとかじゃなくてね、普通にあればなんか言ってください。よし、次。うわすっごい、これ全部光った。今投げたらわかんないよね、電気消すね。見てこれ、もう全部光った、すんごい綺麗。これもうなんかもう次回予告しすぎでしょ、ほんと。ちょっと次回予告しすぎましたので、ちゃんと紹介します。あとさ、ラスト1個なんですけど、これが面白いんです。今回の目玉といっても過言じゃない、強い衝撃を与えると割れます。中の液体は水になっております。水がこぼれてもいい場所で遊んでください。ここやばいっすね、水こぼれたら。これラインナップ書いてないんでしょ、ぷよぷよカメさんって書いてある。ぷにょぷにょカメさん、これデブなカメさんって言いたいのかね。でもね、これすごいの、みんな見て見て見て、カメからの出る、デルゾースクイーズになります。だって最近こういうスクイーズ多いよね、ほんとやばくない？かったやばい、かったい。これは毎回恒例、中身変えてみてのコーナーになります。イエーイ。先ほどね、説明書にも書いてありました、強い衝撃を与えると壊れます。もうなんかもう強い衝撃与えてますよね、これ。やばそう、これ。あ、やばい、ちっちゃい入ってるの、結構異物らしい形。カメね、卵産むからね。恐竜も卵でしょって思ったんだけど、あ、そう、卵か。ちょっとちょっと出てきちゃってるんですけど、こういう感じで恐竜出てきます。恐竜スクイール。はい、続いてもう電球入れちゃいましょうか。電球入れちゃいましょう。これ電球ちょうどいいサイズですね、これ。あ、めっちゃいいサイズでした、電球。いいサイズ、めっちゃいいサイズ、電球。ほら、これちょっと消してみましょうか。ケツが光りますかね、今。今おケツが光りますよ。いやだよ、カメが映ったのが異常だっけ。これケツが光っております。これちょうどいいサイズですね、これね。金魚いきましょう。金魚を産んじゃいますね、もうほんと。なのです、こちらになりますね。これもまた漏れてますね、もうこれ産みましたね。はい、ポンでございます。続いて最後乗ります、目玉いきましょう。目玉、ギョロギョロ目玉。はい、もうこれも生まれてますね、目玉になります。はい、ということでね、やっぱこういうスクイーズ遊べるんでいいですね。このカメのスクイーズとかはなんか濡れてる、濡れてないか、うん、ぜひ皆さんもカメのスクイーズ、これはね多分ね見かけないと思う。これはレアスクイーズすぎて見かけないと思うんだけど、ぜひ見かけたらやってみてください。はい、それではですね、ぜひ皆さんもね、中華街行ってね、こういう面白いスクイーズ、ご当地スクイーズ結構いろんなところ売ってるんで、ぜひいろんなところで見続けてみてください。それではまた明日のロマグロしましょう。キャメバイ。